進路相談です都内在住の33歳、男性、ブサメン、高卒で居酒屋勤務15年、パソコンは一切使えず、資格は普通免許すら持ってません。職場は収録勤務で昼13時から夜の3時までフルで働きます。さすがに年齢的にきつくなってきたので転職したいのですが、割りながら低スペックすぎて、どこで何をしたらいいかわかりません。ここから少し明方向に向かうためにどうすればいいでしょうか。バカな私にアドバイスをください。まず普通免許を取ってください。免許があるだけで、だいぶ就職できる幅が広がるんですよね。 要はその、今の時点で割と忙しいと思うんですけど、まず就職の幅を広げてください。で、免許取った後は次大学行ってみてください。この前言ってた最近読んで面白かった、本なんでしたっけもう一度言ってください。プロジェクトメアリーだと思うんですけど、火星の人あの、火星に置いてかれちゃって、一人でじゃがいも作って生き残って、なんとかに帰るっていう小説を書いた、その、ネタバレしづらいんですよ。あの、その、要は、こういう話だよって言っていい本って言っちゃいけない本があって、で、僕の中で、 主人公が記憶喪失のストーリーはストーリーを説明してはならないというルールがあるんですよ。 自分は記憶喪失でなんでこんなところにいるんだっていうところから始まるので、え、僕誰なのなんでここにいるのなんでこんなことしてるのっていうのを、その徐々に世界観が分かってくることを含めて、記憶喪失の主人公というストーリーなので、なので、こういう話だよって言っちゃうと、その面白みがやっぱりなくなっちゃう、アオデッセイです、オデッセイ。っていうのがあるので、僕、記憶喪失主人公お話のストーリーを説明するのはちょっと野暮だなと思ってるんですよ。なので、あのメイド・イアビスはサブキャラが記憶がないからいいんですよ。主人公は あの要は主人公はこういう子だよであのサビキャラに記憶ない子がいるようはまあまあありだと思うんですけどやっぱ主人公が記憶ないはちょっと説明しちゃうともったいないのであのもし興味がある人は Amazon の, Am の Kindle とかで買ってみてください。いやだかからあの映画のの予告編とかもその 主人公、記憶喪失系のやつを予告編作っちゃダメだと思うんですよね。この男、記憶喪失と書かれて、いや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 って <laughs>。そしたらもうそこで予告編止めてくれよって <laughs>。こんな事件あるとか言わないでくれよみたいな。 だかかマットディモンか。マットディモン、記憶喪失主人公シリーズ多いんですよね。妻の霊能力が高く、職業霊能者として独立を計画中です、えー。現在、精神の訪問介護士、副業で個人相談可能なる条例をしています。いずれは有名人に力を見てもらいたいです。これからの戦略を行事に頼れると幸いです。えっと、全然僕信用できないんですけど、ただ本当にその、信用してない人をちゃんと見て、合ってるかどうかっていうのをやればいいんじゃないですか。いや、そこまですごい能力があるならね。ただ、あの、 アメリカのどっかの大学の先生が超能力超超能力を俺の目の前で証明したら1万ドル10万ドルを100万円だか1000万円だか払うって言ってる人がいてでいろんなマジシャンが挑戦したんですけど未だに1人も成功してないんですよねなのであの本当に能力があるんだったらあのそれに挑戦してその1万ドルか10万ドルか取りましたってなると多分あの世界的に有名な霊能力者になれるので。 なんで、そこに挑戦してみるといいんじゃないかなと思います。精神病でスキルは高くても、組織の中で求められることに答えなきゃダメだよという内容のことを言われ、心が病み、体調不良で退職しています。いずれも転職先や大企業のテレワークで退職時に昇進の打針もありましたが、諦めてしまいました。働く医者ありますが、この先自分が心配になります。よかったら感想とアドバイスよろしくお願いします。優秀なんじゃない能力士としては優秀なんだけど、あのメンタル病みがちで体調不良ってことなので、 なので、あの、体調を良くするために何をすればいいかっていうのをもうちょっと自分自身をちゃんと詳しく知った方がいいんじゃないかなと思うんですけど、あの、えっと、毎日の睡眠時間と、 何を食ったかと、あと体重を記録してみてください。睡眠時間短めな時って体調悪くなるよねとか、なんかあの、飯食う量減ってる時に体調悪くなるよねとか、季節によってとかで体温下がり始めると体調悪くなるよねとか、そのずっと記録をすることによって、その体調変化の理由がわかる場合があるんですよ。僕30後半ぐらいになるまで、12月に必ず稼ぎしたんですよ。3日間寝込むで1週間寝込むっていうのを毎年必ずやってたんですよ。で、ある時気づいたんですよ。12月 寒いいじゃな布団をあったかくする暖房を入れるっていうのをやると風邪ひかなくなるんですよ。11月、1月になぜ風邪をひかなかったっていうと12月は飲み会多いんです忘年会とか。なので、あの、忘年会で酒を飲んで酔っ払った状態で寒い布団で寝て風邪をひいてるんだけど、 の酔っ払って寝てるから寒いというのに気づかず朝になりで睡眠時間も短い状態でまたなんかバタバタ仕事をして飲み会をして睡眠時間足りないというのを繰り広げるせいで12月になるんだって気づいてまず飲み会に行かないでちゃんと暖房を入れるっていうのをやるとあの12月に風邪をひかないということが分かりあこうやって他の人は風邪をひかないで生活してるんだっていうのが分かりました。支援も5月にななりがちなんででですよドイツでじゃあねあのベルリンで 人生でやばい気管支援になったのがちょうどユーロビジョンっていう音楽コンテストをやってた頃でドイツでやばい気管支援になってでその後大体いい4月5月に気管支援になりがちなんですよ。 で、それもなんでなるかっていうと、あの、3月ぐらいまでは寒いから結構暖房を入れたり厚着をしてるんですよ。でも4月5月からもう厚着もしないし暖房も切るっていうので、そこそこ寒いっていう状態で冷たい空気を吸うので、肺に負担がかかり、気管支援になるっていうのを結構これもあの2年に1回ぐらいやらかしてます。はい。コロナ禍でも1回やらかして、コロナ禍で気管支援になったから、これマジで死ぬなと思って。 あの結構ドキドキしながらやってました。えー、1月24日に大麻取締法の改正案が報道されました。医療用を緩和する一方で使用剤導入も規定路線とのことです。海外で喫煙して入国した場合の対応や検査法が日本が血液になるため疑いのある段階でそこまでするのか疑問であり、インバウンドも響くと思います。また魅力的な税収源になり得るのに今後される世代の人たちに選択肢を削られる意味がわかないです。日本における大麻産業の致し方について思うことがあれば教えてください。調べた限りでいくと、海外で合法の国で対 タイマをやってる限り日本では捕まることはないっぽいです一応あの厚生労働省とかでは捕まる可能性ありますよって書いてあるんですけど一応タイマ取り締まり法だとミダラにタイマを使用した場合に法に触れるという書き方をしてるんですけどミダラとはなんぞやっていうので要は違法な状態であるというのが分かっていてタイマを使うことというのは違法だよねなんですけどアメリカのじゃあそのシアトルとか合法なところでタイマをする分にはうんそれ合法だよねミダラではないんですカナダでする分には合法なので日本ってカジノ って違法じゃないですか。カジノを海外でやってよいかっていうと、合法なカジノをやって日本に帰ってくる分にはオッケーです。合法なところでタイマーをやる分には日本に戻っても大丈夫ですよ。なのであのバラックオバマさんっていうあの日本えっ、ー、とアメリカの総理大臣をやってる人が、まあ、あの学生時代タイマー吸ってたよねーって言ってたりするんですけど、別に日本に入った時にお前タイマー吸ってたろうって逮捕されるとかもないし、レディーガガっていう人がステージの上でタイマーを吸ってたんですけど、それでも日本に来た時に別にお前タイマー吸ってたろうって逮捕されるってわけでもないので、なのであの合法なあれでもオバマ大統領とレディ 言いかがせた時合法じゃなかったわだからまあえっ、ー、と何だろうねまあいいや。<laughs> で一応オランダとかそのカナダとかウルグアイとかでどうなんだろうなあのねスペインが非犯罪家なんですよね。その警察官の前で大麻スパーッと吸ってても非犯罪なので犯罪ではないので逮捕はされないんですけどでも合法ではないらしいですよねスペイン。 イタリアもそうううかかななだだらどうなんだろうって難しいっすよね全然関係ないんですけど、モーリー・ロバートソンが音楽番組で歌ってるのの横で踊ってるっていう動画が流れてきて、踊ってる時の素振りとして、左手でこう持って、こう指を立ててこう持ってすっ、って、 でで吸った後にこに空気を止めてで笑顔で渡すっていう演技をしてあれは見る人が見たらもう明らかに大麻なんですよ。なんでこういう持ち方をするかっていうと熱いんですよあの。タバコの場合フィルターがあるので別にあのそんな持ち方しなくてもいいんですけど手元の方まで大麻もったいないから吸うのでまずこういう持ち方になる。吸った後にそのタバコと違って大麻って成分を肺で吸収するので息を長い間止めてた方が効率よく吸収できるんですよ。 なので、吸った後に息を止めるんですよ。タバコって別にあの、吸ってもすぐ吐いても、あの、ニコチンはすぐに吸収されるので、いっぱい吐いて溜める必要がないんですけど、タイマーの場合、吐いて溜めるというのがあるので、その、吸った後止めるという表情もしてるんですよ。で、あと、あの、タイマーを吸う人は、なぜか周りの人にタイマーを渡すっていう謎文化があるので、その、こうやって渡すっていうのが、っていうのがあるので、あれ見てる、多分テレビ局の人とか普通の人は、なんか、なんかタバコも吸ってんのかな、みたいな感じに見えたと思うんですけど、あの、海外で、ああいう人を見たことある人が、あー やってらっしゃるっていうのが分かるっていうその海外在中組だけあやってらっしゃるモーリーさんやっちゃいけないことをやってでもわかんないでしょってそういういたずらをしてて相変わらずモーリーさん面白いなと思いました。